佐々木朗希のメジャー移籍問題で GG 佐藤の放った本音と予言。去年の3月春に行われた WBC 準決勝メキシコ戦、負けたら終わりのこの戦い、日の丸を背負った21歳の令和の怪物は先発後、脇目も振らずベンチ裏で一人泣きじゃくった。年末にテレビでも放映された侍ジャパンの世界一への軌跡を振り返る映画、憧れを超えた侍たち、世界一への記録で流されたあまりにも有名なこのシーンは多くのファンの心をつかんだ。侍ジャパンの栗山英樹前監督は、思っている以上に選手は責任を背負っている、重すぎるほど重いと感じましたと後に語っている。メジャーリーガーの猛者が揃ったメキシコの強力打線に打ちのめされ、結果は4回3失点での屈辱のノックアウト。しかしその驚くべき潜在能力は誰もが認めていた。敗れたメキシコのヒル監督は、彼がメジャーに来ればとんでもないスターになるだろうと太鼓判を押し、 WBC 公式ツイッターも102マイルフロムローキ佐々木とインパクト十分の登板を伝えた。投手では大谷翔平を超えると言われるこの逸材に、メジャー各球団は一刻も早い佐々木獲得に狙いを定めていたのは間違いなかった。2011年3月発生した東日本大震災で、佐々木朗希は当時37歳の父と祖父母を亡くし、実家も流されている。令和の悲劇のヒーローにして日本最速の球を投げるこの青年に、これまで批判する者は誰もいなかった。ただ球界のご意見番ダルビッシュ有は佐々木に少し違和感を感じていた。 WBC で一緒だったけど、佐々木くんはすごく他人を信用しない、悲壮感もあるし他人に表情を見せない、精神状態が心配と語っていたが、今夫それが現実のものとなった。佐々木朗希の反乱。栗山前監督は、日本を背負う大エースになる人がこの悲しさ悔しさをもっと大きくなってくれる、心の底から野球の怖さとか難しさを感じてくれただけに、さらに飛躍するきっかけになると信じていますと、今後の佐々木の成長を期待し、数年後のメジャー移籍を語っていた。日本屈指の才能と体格を持つ佐々木にいつも付きまとうのは、ひ弱、過保護という言葉だ。大船渡高校時代3年生の佐々木は、岩手県予選決勝で登板のないまま大谷翔平、菊池雄星の母校である花巻東に敗れ、自身初の甲子園出場はならなかった。決勝は準決勝の一関工業戦で9回129球を投げての連戦になるため、佐々木は登板しなかった。その時大船渡の監督は、故障を防ぐために起用しませんでしたと説明した。それに対し高校野球のレジェンド、智弁和歌山の高島前監督は、自分のチームのことではないですからと言葉を選びながらも、これで壊れるならプロに行っても壊れると私見を述べていた。何しろ佐々木はプロの今でも中6日以上の間隔を空けての登板が基本で、年間を通じて先発ローテーションを守った経験はゼロだ。高卒3年目に史上最年少で完全試合を達成するなど、鮮烈な印象を残す一方で、年間投球回数は2022年の129回3分の1が最多で、昨年は91イニングにとどまり、規定投球回数までたどり着いたことはない。入団4年間の通算投球回は283回3分の2。海を渡った過去の高卒投手の同時期と比べると、松坂大輔の661回3分の1、ダルビッシュ有の652回3分の1、大谷翔平の517回3分の2などに比べ大きく見劣りする。球史に残る能力を持った剛腕であることは誰もが認めるが、シーズンを通した活躍をまだ示していないことも事実としてある。多くの野球関係者は、佐々木が未だ160キロの直球に耐え、シーズンを通して戦える体が出来上がっていないことを認識している。日本のプロ野球であと数年経験を積んで心身のパワーアップを遂げた上で、
満を持して精神的にも肉体的にもタフなメジャーに渡米するという青写真が圧倒的だった。そして今までクリーンなイメージの佐々木が年末から球界を揺るがすような大騒動を起こすとは誰も予想していなかった。佐々木は突如反論を起こしたのだ。佐々木はかねてより将来的なメジャー挑戦への思いを周囲にも口にしていた。ところがこれまでいつも12月に契約を公開していたところ、今オフシーズンプロ入り後初の越年をする。球団に早期のメジャー挑戦を望んだとみられ、契約交渉が長期化する。2月のキャンプスタートが迫っていたが、12球団で未だ1人だけ契約を公開していなかった。このまま佐々木は自費キャンプに突入するのであろうか。球界は驚いた。さらに驚くべき事実が発覚した。佐々木は去年プロ野球選手会を脱退していたのだ。我々には強制力がないので無理やり引き止めることはできませんから。いかにも困惑した声でこう話すのは、日本プロ野球選手会の森忠人事務局長である。森事務局長はその事実を認めた上で、昨年春のキャンプ前、本人から連絡がありました。選手会とはどういうもので、これまでこうしたことをやってきたと説明しましたが、それでもやめたいと。選手会から抜けるメリット、そこは本人が考えることで私には分かりませんと語る。選手会への加入は強制ではない。しかし22歳の若手が脱会するのは極めて異例だ。純粋優等生と見られた佐々木の一連の行動に、ネット上では佐々木のイメージが悪くなりすぎた、みんなに応援される形で行ってほしい、このままではダークヒーローになりかねないという声があふれた。 GG 佐藤の本音と当たった予言。契約公開交渉を終えていない佐々木の動向が注目される中、ロッテ OB でプロ野球入団前、フィラデルフィアフィリーズの 1A に在籍し、日本代表を経験したこともある GG 佐藤氏が、2008年開幕前に経験した自身の自費キャンプ騒動を振り返った。佐藤は入団4年目の西武ライオンズ時代、2007年に136試合で打率2割8分、25本塁打69打点の成績でレギュラーに定着するも、オフの契約公開で球団との年俸の折り合いがつかず、異例の6度の保留をした。その間に当然ながら越年し、未公開のまま2月1日のキャンプインを迎えた。当時でも自費キャンプと大きな話題となったが、真実は違った。球団から自費で行けと言われたことはなかったと記憶しています。遅かれ早かれ公開はするはずということで、球団が払ってくれていたんだと思います。越年して保留していたということで、メディアの間で自費キャンプという言葉が一人歩きしているだけだったんじゃないですかねと語る。未公開で参加したキャンプでも球団側から不当な扱いを受けたこともなく、みんなと全く一緒だったと述べる。交渉は代理人に任せていたため、佐藤自身がキャンプ中に幹部と話し合うこともなく、年俸調停寸前まで行きながらも最後は佐藤が希望する額で決着した。当時は銭ゲバなどと周りからも大バッシングされた。世間の風当たりも強かったが、佐藤は自身の信じた正当性を少しも曲げなかった。自分が正しいと思った部分、金額に固執してしまっていたわけです。相手もそうだからぶつかる。あの頃は分からなかったけど、今思うとやらなくてもいいことまでやってしまっていたのかなと神妙に語った。僕に関してはお金のことだったからなおさらだけど、揉めて長引くとどうしても印象が悪くなる。でも朗希くんほどの未来のあるスーパースターの印象が悪くなってしまったら、それはとても良くないことだと思います。何が原因で長引いているのかは知りませんが、そこに固執している面はちょっと緩めてみてはいかがですかと言いたいです。誰からも応援される選手であってほしいのでと、経験者ならではの意見を述べる。自費キャンプ自体に苦しむことはなかったが、そこに至る過程において胸を痛める経験はしたし、金銭以上に何よりも大切な信用やイメージが著しく損なわれた。もうそんなことになる人はいないよねと最後に語る。 GG 佐藤のそんな予言は当たり、ロッテはキャンプ直前の1月26日、佐々木朗希との契約が合意に達したと発表した。
佐々木朗希の裏の事情とある噂。佐々木は1月27日の記者会見の冒頭で、ファンの皆様に報道などで誤解などご心配をおかけしてしまいましたと謝罪した。ロッテのチーム内はもちろん、球界関係者、ネット上では佐々木への疑問や不満、批判の声が噴出していた。世間では大谷翔平級のスーパースターになりうる逸材が大切に育ててくれたロッテに恩返しもせず、このままでは単なるわがまま男とソースカンだ。また選手会を自ら脱退したことも含め、性格的に控えめと言われる佐々木の突然の豹変に驚く野球の関係者は少なくない。ロッテのある OB は裏事情を語る。ロッテは早ければ今オフのメジャー移籍を容認したのだと思う。今回の騒動によってチーム内で孤立してしまうと全体の士気に影響しかねない。ただでさえバックにいる黒幕に踊らされているとしても、メジャー移籍要求はおろか選手会まで脱退するのはわがままが過ぎると見る選手関係者は少なくありません。圧倒的な成績で周囲を黙らせるしかないわけですが、朗希の豹変ぶりを見ていると、周囲からヒール扱いをされたとしても夢を追うという覚悟はできていると思う。またあるスポーツ紙デスクは、選手個人の考えで選手会から脱会を決断できるとは思えない。裏で指南している人間がいるでしょう。選手会は選手をサポートする組織ですが、佐々木がメジャー挑戦に向けて強行突破しようと考えているのなら、所属している選手会にブレーキをかけられたら都合が悪いと考えたのではと推察する。解説者高木豊氏も佐々木の裏の存在を推測する。ここまでの流れから22歳の佐々木一人での判断ではなく、周りの人の考えもある、糸を引く人がいると思うと、そして商品として高く売ろうということではないと信じたいと懸念し、このままではグレーなイメージしかつかない、スターにはクリーンなイメージでいてほしい、大谷や山本やダルビッシュのようにと要望した。そこで佐々木を取り巻く噂はこうだ。ある記事ではロッテとの契約交渉時から佐々木側はとにかくメジャー挑戦を認めろ、アメリカに行かせろの一点張り。スポーツマネジメント会社を立ち上げた佐々木の母親も行かせてほしいと懇願しているため、交渉にもならない状況にロッテ側も頭を抱えていたと言われる。また今年11月に23歳になる佐々木が仮に来オフにポスティングで海を渡っても、現行ルールではメジャー契約はできない。25歳まではマイナー契約しか結べないわけだ。今オフ25歳の山本由伸がドジャースと12年総額455億円の大型契約を結び、入札にかけたオリックスには70億円超の譲渡金が入ってたが、25歳までだとロッテの見入りは当然減る。3億円程度の契約しか結べないからだ。ロッテ側の譲渡金も5000万円前後になり、到底容認できるものではない。そしてそういう金銭の問題以上に、ロッテは佐々木の今後をこういうやり方でプラスになることは一つもないと本気で心配していた。そもそも佐々木が個人だけの考えでこんな強硬手段に出ているとは考えにくい。裏の存在は、それは大手広告代理店と佐々木はマネジメント契約を結んでいて、その関係者が球場までの送り迎えをしたり、食事の面倒を見る栄養士を斡旋したり、私生活の面倒も見ているという噂だ。さらにはアメリカのメディアではすでにドジャース入りが規定路線として報じられるなど、佐々木の背後にはドジャースの影も見え隠れする。大手広告代理店もドジャースもプロ入り前から佐々木に目をつけ、佐々木サイドに食い込んでいるともっぱらだ。佐々木を含めた様々な思惑が絡んでのこの一連の騒動と見るのが自然だろう。松本球団本部長も1月27日の記者会見時、入団当初から本人はメジャーの夢をずっと言ってますので、その辺も代理人とずっと話してますと、1年目から佐々木側の代理人と交渉していることを認めた上で、ここまで契約が長引いた理由としては、球団としてもその話し合いの中でこちらにも至らぬ点とか落ち度もありましたので、決して佐々木朗希だけがわがままとかごねるとかじゃないので、その辺もちょっとご理解いただきたいかなと思いますと説明した。しかし
佐々木がメジャー入りを目指して強硬姿勢を崩さなかった今回の騒動で球界に波紋を呼んだのは事実だ。メジャー挑戦への思いが消えたわけではない。火種がくすぶったまま令和の怪物は5年目のシーズンを迎える。そこで皆さんは今回の佐々木朗希の反乱をどう考えますか？コメント欄で教えてください。